せーの、ジャニジャニラブだよラブだよ。どうも妹のジャニちゃんです。どうも兄のジャニくんです。ふっかたんです。兄弟でねスノーの情報をお送りいたします。今回も視聴者の皆様よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今回は3月1日金曜日から3月3日日曜日の予定、ラウールくんのインスタライブがある可能性高いですよ。おまずテレビから7本あります。シュインと NHK みんなの手話、出演するのは佐久間くんで、3月1日金曜日11時30分から11時55分に NHK E テレにて放送。レギュラーとしてスタジオ出演。今回は第21課防災に関する表現の再放送ネクストでございます。それスノーマンにやらせてくださいですが、3月1日金曜日の放送はありません。金スマスペシャルが放送されるため、次回の放送は3月4日金曜日、阿部亮平とローランド、アマゾン立ち入り禁止エリアに潜入です。ローランドさんとは2回目ですかね。そうだよね。この間は羽田空港に行ってらっしゃいました ね。ネクストでございます。ドッキリグランプリ、出演するのは向井くんで、3月2日土曜日19時から20時にフジテレビにて放送。レギュラーとしてスタジオ出演とロケ出演。マッサマン第10回、前回助っ人松田マンの力を借りながらもいつも通り小学生相手に敗北したマッサマン、今回松田マンも再び登場し小学生相手に初白星を挙げるべく奮闘。松田マンレギュラー化してます。なんかレギュラーになりそうな勢いだね。ね、トラジャもねどんどん人気になると嬉しいです ね。ネクストでございます。夜明けのラビット、出演するのは宮舘くんで、3月2日土曜日5時45分から7時30分に TBS にて放送。2月27日火曜日出演時のオープニングトークやアフタートークが放送。ネクストでございます。第48回エランドール賞新人賞受賞式、出演するのは目黒くんで、3月2日土曜日8時から9時に日本映画専門チャンネルにて無料放送。2月8日に目黒くんが出席したエランドール賞新人賞受賞式の模様がテレビで初放送されます。有料のチャンネルですが、この番組は無料で放送されます。当チャンネルの視聴者さんも普通に録画できたとコメントがありました。エランドール賞無料放送されるよというコメントがかなり多かったので、楽しみにしている方が多いようです。教えていただきありがとうございました。ありがとうございます。ネクストでございます。こちらは内容は同じだと思いますが、土曜日に引き続き3月3日日曜日12時20分から13時20分にもエランドール賞新人賞受賞式の模様が無料放送されます。ネクストでございます。恋する敬語24時、第8話、出演するのは岩本くんで、3月2日土曜日23時から23時30分にテレビ朝日にて放送。決定的な証拠と新たな罠、なかなか進展しない恋の行方は、予告では岩本くんはこんなセリフを言っていました。任務は終了です。今日で最後にしましょう。最終回はなんと翌週3月9日と発表されました。早いよね。全9話です。この推しドラサタデー枠は2023年4月期までは全10話だったんですが、2023年7月期から全9話になって1話減ったんですよね。なんでこのドラマだけ1話少ないというわけではありません。スノタンからは、来週が最終回、早くない、恋の進展が遅すぎて正直不完全燃焼、という声が上がっています。この枠は以前続編が制作されたことがあるので、続編にも期待できるかなと思います。そう、スーパーエイト横山くんのドラマで続編が放送されました。小太郎は一人暮らしっていうドラマかな。そうなんだね。じゃあ、続編にも期待です ね。ネクストでございます。続いて、配信が3本。まずは、イット見逃し配信開始。出演するのは阿部くんで、3月2日土曜日12時に TVer にて配信。2月29日木曜日に阿部くんが出演したフジテレビライブニュースイットの SDGs 企画が TVer で見逃し配信開始されるはず。SDGs といえばもう阿部ちゃんっていうね、代名詞のような感じになってきましたね。ネクストでございます。東京ガールズコレクション2024SS、出演するのはラウールくんで、3月2日土曜日13時からアベマ、TikTok、X、YouTube にて配信。お、すごいね。いろんな媒体で。ね、東京国立代々木競技場第一体育館にて開催される東京ガールズコレクションにラウールくんがゲスト出演。視聴方法は4つです。4つ。アベマ、TikTok、X、YouTube で無料配信。生中継されるのはアベマのみ。
アベマ以外の TikTok、X、YouTube の3つは30分遅れで無料配信。ラウル君の出演時間は発表されていません。例年発表されないんですよね。過去6回のラウール君の出演時間を踏まえると、16時から18時30分の間に出演すると予想しています。ほうほう。前回2023年9月は15時55分頃、TGC スペシャルステージに登場しました。生配信が見れないという方は、当日の夜にスノーマンの YouTube チャンネルにラウール君の出演部分のみアップされるはず。前回も投稿されたので、今回もスノーマンチャンネルにも投稿されると思います。ねえ、東京ギャールズコレクションといえばね、ギャールズコレクションもうラウール君が代名詞みたいになってきましたね。ネクストでございます。予想となりますが、東京ガールズコレクション出演前後にラウール君のインスタライブがあるかもしれません。前回東京ガールズコレクションに出た時はインスタライブをやったんですよね。前回は東京ガールズコレクションの出演終了後に見学に来ていた深澤くんと共に事務所に移動し、18時からインスタライブをしていました。深澤くんもインスタライブに少し登場していましたね。今回もラウール君一人もしくは見学に来たメンバー誰かとインスタライブをやるかもしれませんね。目黒くんだと予想しています。目黒くん忙しいんじゃない、映画の撮影でね。ネクストでございます。続いてラジオが一本、佐久間大介の待って無理しんどい。出演するのは佐久間くんで、3月2日土曜日20時から21時に文化放送にてオンエア。今回のゲストは声優南條佳乃さん、39歳。南條さんはテレビアニメラブライブなどに出演。ラブライブの声優さんだからかすごい人気の方みたいで、待って待って待って、南條るのくんの、南條るのって呼ばれてるみたいだね。ミューズの最推しが来た、これは聞かねばと話題です。佐久間さんもラブライブを好きだからミューズのお話聞けるかな。南條さんの生声、佐久間くん生きていけるという声も上がっています。相変わらず年上の方ばかりで、そうなんだよ ね、大変ですが、ね、南條さんですか、いいですね。ネクストでございます。続いて雑誌が1本、アイアイ4月号。掲載されるのは岩本くん、深澤くん、宮舘くんで、3月1日金曜日に発売。表紙と関東特集に掲載。舞台ガラのプロモーション第一発目ですね。お値段は850円です。ネクストでございます。その他の情報が8本あります。1つ目はラウールくん映画主演発表か。ラウールくんが主演だと噂されている映画赤羽骨子のボディーガードの公式 X でカウントダウンらしきポストが投稿されています。ちょうどカウントダウンがゼロになる日が3月2日土曜日です。3月2日土曜日は東京ガールズコレクションの出演日なので、その出演日に合わせてラウールくんの映画主演が発表されるかもしれません。ファンの間では、TGC で何か映画関連の話や企画みたいなのがあるのかもという声も上がっています。来年は目黒くんのトリリオンゲームと、じゃあラウールくんのこの赤羽骨子が主演がね、2本公開されるかもしれないということですね。そうだね。カウントダウンは毎日10時に映画公式 X で更新されているので、3月2日午前10時映画公式 X を要チェックです。衝撃に備えよったね。ネクストでございます。その他の情報2つ目、ラウールくん3月1日にも何か発表か。ラウールくんが自身のインスタグラムに意味深な投稿をしました。こちらでございます。皆さん Wi-Fi の状況はどうですか。物まねだね。ラウールくんが持っているボードに2024年3月1日、ラウールと書かれています。スノタンは、待って待って、3月2日の衝撃の前日、3月1日にも何か発表とざわざわしています。赤羽骨子の映画公式 X のカウントダウンに関連しているのか、映画とは全く別なのかは分かりませんが、3月1日も注目です。あ、これ完全に発表ですね。ネクストでございます。その他の情報3つ目、映画マッチング入場者プレゼント第2弾の配布が決定。3月2日土曜日から3月3日日曜日に先着限定でマッチングうちわを配布。うちわには特別映像が視聴できる QR コード付き。バレンタインデーに開催されたトークイベントの模様とイベント後に収録したアフタートークの映像が見れます。ちなみにマッチング宣伝プロデューサーの方が、
3月は毎週末お楽しみを仕込めるようちょっとずつ盲信しますので、どうかスケジュールを確保いただけますと幸いです、うん、と X で告知しています、うん、そうそう、うんうん、入場者プレゼントが毎週末あるのか、うんうん、舞台挨拶がまたあと何回あるのかとか、うんうん、何があるのか分かりませんが、毎週末何かあるようです、うん、視聴者の MK ちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。いつもありがとうございます。ネクストでございます。その他の情報4つ目、映画萌え彼はオレンジ色見放題配信中、うん、2月28日水曜日から Amazon プライムビデオ見放題配信がスタートしました。岩本くんの主演映画です。そうだね。視聴者のまゆちゃん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。Amazon プライム会員に入っている方は無料で見れます。うん。ネクストでございます。その他の情報5つ目、うん、ドラマナイスフライト見放題配信。おう。3月1日金曜日から阿部くんが出演したドラマナイスフライトの Amazon プライムビデオ見放題配信がスタートします。ネクストでございます。その他の情報6つ目、うん、特捜9シーズン5無料配信中。4月からドラマ、うん、特捜9シーズン7がスタートすることを記念して、うんうん、特捜9シーズン5が TVer で無料配信中、うんうんうん、向井くんが出演したドラマです。視聴者のルナさん、コメント欄での情報提供ありがとうございました。ありがとうございました。ネクストでございます。その他の情報7個目、うん、先生さようなら主題歌フル動画公開中、うんうん、TVer にて主題歌 We'll Go Together フルバージョンで振り返る先生さようならダイジェストスペシャル拓郎と弓子編の配信がスタートしています、うんうん、渡辺くんが出演中のドラマ、うん、ネクストでございます。その他の情報8個目、うんうんうん、ラブトリガー作曲者解説動画公開中。 YouTube、うん、I Don't Like Mondays チャンネルにて、うんうんうん、スノーマンの楽曲ラブトリガーの解説動画が公開されました。これ良かったですね、うん、ラブトリガーは、うん、I Don't Like Mondays による楽曲提供、うんうん、つまり楽曲提供したご本人による解説動画です、うんうん、ラウル君の東京ギャールズコレクションは3月4日月曜日に新聞と朝の情報番組で取り上げられるはず。また3月3日日曜日の動画でお知らせいたします。あと向井君がインスタライブそろそろやりたいとブログで言っていたので、向井君のインライブも来週あたりあるかもしれませんね。ゴイゴイス。これも決まったらこのチャンネルでお知らせいたします。あとはラウル君の主演映画発表があるかどうか注目だよね。スノーマンの出演予定に追加があった場合、毎日更新しているこのチャンネルのコミュニティ投稿や X に反映しています。チャンネル登録と X のフォローをお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。ジャニージャニーラブだよ。寿司食いねえ、ドゥ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 、寿司食いねえ、ドゥ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 、バイバーイ。